皆さんこんにちは、長尾です。今日は沖縄県那覇市アミス首里城公園にやってきました。今回一般有料区域の一般公開を今回向けて動画を出して様子を撮影しています。ご覧ください。こちら竜の柱や地下以降の建物の中もあると思います。南田北田の様子なもじっくりとある動画となっています。今回この首里城一般有料区域の一般公開を当チャンネルでも配信させていただきたいと思います。現場リポートとしていきたいと思います。それでは行ってきます。こちらは首里城だった北田の様子だと思います。ご覧ください。この焼け跡の撤去工事が終了したものと思います。ほとんど片付いた様子が伺えますね。この外観から見ても構図はないという様子がはっきりと伺えます。こっちも工事区域ですね。見せる状況で終わってますね。そうですね。今これは北田の様子をリポートします。今これ痛々しいというか、とても再建に来た工事が進んだと伺いますね。次の様子エリア行ってみましょう。こちらには火災後の建物外観ですね。ご覧ください。焼け跡が残っていているものがありますね。今緑のネットで包まれている様子がはっきりと伺えます。こちらは瓦礫撤去したものと見込まれますね。袋も撤去作業も進んで、このように痛々しい様子がはっきりと伺えます。多くの人々が首里城を間近でこのような公開を対応されていることがはっきりとね。それでは次のエリアに行ってみましょう。次のエリアに行ってきました。こちらにも正門の焼け跡でしょうか、痛々しい焼け跡が残っている様子がはっきりと伺えますね。今このように写真を残している多くの見物客でにぎわっている様子がはっきりと伺えます。今後のこの首里城がどういうふうになっていくか、我々も注目していく必要があると思います。今でもこのような様子がはっきりと伺えますね。では次の絵行ってみましょう。こちらは竜の柱だと思います。竜の柱だと思います。柱の様子です。ご覧ください。このように焼け跡の痛みが残っていることがはっきりと伺い、このように鉄筆線で張っている様子がはっきりと伺います。とても痛々しい様子がはっきりと伺いますね。こちらに見ても今後の保全についてもいろいろ注目があるのではないかと思います。写真残していく人たちも結構多いですね。
じゃあ次のエリアに行ってみましょう。こちらは、こちらは首里城、正殿の遺構だと思います。何なのかもわからない。ご覧ください。このように地下の遺構があると思います。この石積みが一体このような痛みがあるということがはっきりと考えましたね。将来これも開けないんですか。ちょっと保存の今現在はこの正殿遺構の保全ははっきりとしていると思いますね。なんとか出す過程様子がはっきりと伺います。形をとどめて今後の再建に担ってほしい、保全をしてほしいと思います。それでは次のようにやってみましょう。こちらは首里城の南殿の様子だと思います。ご覧ください。今南殿の建物が解体工事の進んでいる様子がはっきりとございます。今日は作業用クレーンは動いている様子はありませんが、ご覧のように解体工事が進んでいるということがはっきりございます。中は工事の様子、中の様子を伺うことはできませんが、解体工事取り組みを向けて今後再建に向けた取り組みをはっきりと示してほしいと思います。この動きがどうなるかは注目していきたいですね。それでは次のエリアに行ってみましょう。続いてはこちらの首里城の正殿、石工の赤瓦だった場所ですが、ご覧ください。こちらでも跡形もない様子がはっきりと伺えます。とても焼け跡の跡の残骸が残っていることがはっきりと伺えますね。この様子でも痛々しい風景が残っていることがはっきりと伺えます。とってもこの様子を見て首里城がどのような再建の動きがどのようになるかが注目していきたいところでもあります。それでは次のエリアに行ってみましょう。こちらの映像は首里城の全体の様子を撮影しております。このように南殿の焼け跡の解体工事は順調に進んでいる様子がきっと伺えます。一方北殿は解体工事は終了している様子がきっと伺えました。今回この首里城が今後どのような動きを取るのかが私ども注目して様子を見ていきたいと思います。多くの見物客で写真を遺構の様子を写真撮っている方も結構多くいらっしゃったと思います。とてもこういう風景を見越させないことが沖縄の人々にとっての思いがあったと思います。今回の首里城有料区域の一般公開の様子はいかがでしょうか。このように首里城の北年南年など数多くの遺構が残っている様子が聞いておられました。これから首里城がどういうふうな再建を物語っていくのか、今後の動きに注目していきたいと思います。もしこの動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。今回の動画は皆さんには明るい楽しい話題ではなく、多くの視聴者の皆様、そして日本世界各地の皆様には大変申し訳ないことをおかけしました。申し訳ございません。今回の動画はこの辺で失礼させていただきます。
ご視聴いただき誠にありがとうございました。それでは失礼いたします。ありがとうございました。